一番正直やりたかった企画、ガチ対決でございます。サモニングの神です。覚悟していてください。もう全力で潰すだけですね。どうもマックス鈴木って、あーどうもサムライイーティングチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、マックス鈴木です。私本日以前イベントやらせていただいた、こちらがです、長野県 の桜平のところにあります、ね、イオンモール桜平店さん、こちらにお邪魔させていただいて、本日お世話になるお店さんこちらです。ベベン、こだわり和食と甘味どころピタン屋さん。あのですね、今回ちょっと洋服がまず違うんですよ。はい、僕はまあ私服なんですけどなんで私服かと、意味はない意味はあるんですよ。今回ちょっといつものサムライチャンネルとちょっとだけ趣向が違います。なんでかというと、このサムライチャンネルにもシリーズがこう生まれまして、なんと今回その1回目なんですけれども、そのシリーズは何ぞやと、ズバリガチ対決でございます。はい、なのでちょっと若干いつもより真面目な感じなんですけれども、今回ですねから始まりましたこの企画、知り合いのいろいろなフードファイター、知り合いじゃない人もいるんですけれども、大食いの方、早食いの方、フードファイター、いろいろいらっしゃるんですけれども、今回はデカ盛りのブロガーさんとの対決でございます。最初にこの企画に対しての僕の宣言をしておきたいんですけれども、相手が誰だろうと完全にフルで全力を出す感じなので、釣り方的にちょっと KO になるケースもちょっとあるのかなと思うんですけれども、その辺はもう完全に僕はもう気にしないでやります。一番皆様に伝わると思うので、一番正直やりたかった企画でもあります。で、このテーマの共通点はもう相手が誰だろうと関係ない、相手の方ももちろんガチで来ていただくんですけれど、いつものね感じとこうウェイみたいな感じとはならないと思うんですが、こちらの僕メインの方では結構こういうやってるんですけれども、サムライチャンネルの方でも世界の皆様に向けて本気のフードファイトでの、お見せできればいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。で、本日対決するデカ盛りアメーバブログランキング、 B 級グルメランキングブロガーでデカ盛りブロガーでございます。最近は YouTube も始められました。こちらです。どうも、シコシャモニングのガディです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に来ていただいて。で、早速なんですけれども、今日対戦していただくメニューなんですけど、デカ盛りの唐揚げ丼と、あとデカ盛りのパフェなんですよ。で、唐揚げ丼っていうのが3キロで、パフェも3キロオーバーぐらいなんで、最低ラインは6キロオーバーです。はい、で、あちらの、こちらが分かりやすいかな、これなんですよ。これキングパフェってこのあるじゃないですか。あとは以前、イベントでいただいた、やらせてもらった、率直に行きたいんですけれど、このオファーを受けてくださった、一番の理由って何ですか。一番の理由ですか。マックス鈴木を倒したい、それだけです。本当ありがとうございます。いや、もうこういうことなんですよ。変な話、こういうオファーさせていただいて、例えばブランディングがあるから、いやそういうのはちょっとあれなんだよねって、やっぱ言う方もやっぱ絶対いらっしゃると思うんですよ。だけど僕はすごいやりたいって中でお受けしてもらったっていうのが、もう本当にありがたいです。マジでありがとうございます。これが今言ったのがフラグにならないように頑張ります。ちなみになんですけれども、今回のこの動画なんですけれども、ガズさんの方、ガズさん YouTube やられてます、動くデカ盛り別冊 で僕の方のマックス TV でも別冊なので、いろんな角度からご視聴いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。改めて確認です。唐揚げ丼とパフェ、6キロ以上で、制限時間というよりは、先に食べきったお餅、という形になります。あえてこれ以上言う必要はないのかなと思うんですけれども、こういう意気込みを、改めて聞かせていただければなと思います。はい、今日はですね、本当この日のためになかなか今までやったことないぐらい鍛えてきました。今日は全力でやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ僕も一応、ちょっといろいろな事情があって特にさ生き鍛えてるんですけれども、本当に僕は大げさでも何でもなく生きてる意味っていうのがここにあって、はい、なのでそれをちょっと発揮したいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
どういう気持ちでいらっしゃるのかな。まあ、ああいうふうに倒すぞと意気込み言いましたけど、もちろんその気持ちは変わらないんですが、今持ってる全力をぶつけた時にマックスさんにどのぐらい食らいつけるかと、そこが今一番ですかね。正直大食いに関しては先輩ですし、実力もだいぶこう 今の時点では差があると思うので、まあ、その中でもなんとか食らいつこうとやってきたことがありますので、まあ、それを今日はぶつけたいなっていう気持ちが一番ですね。なるほど。ちなみに今までマックスさんと対決というのはやられたことはありますか。いや、ガチガチのガチはないですね。イベントでちょっと楽しくみたいな、そういうのはあったかなっていう感じですけど、今回が初めて。そうですね。本気の挑戦と。本気ですね。挑戦というか作戦みたいなものとかしてございますか。いや、もうですね、実は、唐揚げ練習に来てます。なるほど。で、感じはつかめてるんですけど、やっぱり飲み込む力とか、おそらく全然まだかなってないと思うので、まあ、いかにうまく水を使うかっていうところにもなってくるかなっていう。じゃあ一回今練習されて、はい、少しはこうコツをつかみ始めたというか。そうですね、はい、マックスさんはずっとテレビで見てすごいなと、まあ、目標というか尊敬する人の一人なので、今日はそれを超えられるように絶対勝ちたいって気持ちで、まだまだ実力が及ばないと思ってらっしゃるかもしれませんが、僕は今日今までの培った努力というか全力でぶつけてきますので覚悟していてください。お願いします。なんかフードファイトっていうものに対して、まあ、大食いか大食いとか、まあ、早食いとかっていうものに関して、現状多分日本だと、まあ、エンタメ要素がもうくぶくりん、まあ、ほぼエンタメスポーツって見てくださってるっていうか、捉えてくださって認知度は多分ほぼないに等しいんですよ。でも多分今やりたいなっていうか、やろうとしてることはそっちのスポーツっていう中で、例えばですね、食べ方が汚いとか味わったり食べるの分かるんですけど、僕はそれをスポーツだと思ってやってるんで、逆になんかこうゆっくりやりたくない部分があり、それをこう実現してくれたのはこのチャンネルで、でそのオファーを開拓してくれたのもガーデさんでっていう、本当にもう恵まれた環境で、これ以上ないんですよ。ガーデさんやっぱ年上だし業界歴も長いっていう中で、やっぱり普通に考えたらですよ、立場的に書かれたチャレンジャーで、まあ大食いの感じで言うとあれなんですけれど、だからといって僕は手を抜くみたいなことは、何よりやっぱ本当嬉しいのがそのオファーを受けてくださった気持ちなので、それに僕が応えるっていうのは多分本気以外ないんですよね。1回目だし、本当にやっぱ見せたい部分っていうのは、そのなんか早く食べたとか遅く食べたとか、綺麗に食べた汚く食べたっていうのもあるんですけど、その先にあるその奥にある当人同士の気持ちというか、これだけ真剣にやってるんだよっていうのをうまくこうなんていうか、まあ、見せれたらなっていうか、表現できたらなっていうふうに思ってます。もう本当に TBS で昔やったフードバトルクラブ、はいはいはい、向かい合ってもう本当にもうなんかもう殺し合いみたいな目つき、お互いを見て、お前絶対食ってっかんなみたいな、もう本当喧嘩ですよね、分かりやすく言ったら。そうですね、うん、食べ物を使った負けたくないですし、事実僕負けてるんですよ、ガテさん前のこの本当にこの場所ですよね、イベントで圧倒的な差つけられてるんで、パフェに関しては唐揚げはまだやってないんで分かんないんですけど、最近多分モチベーションもガイさんすごく高いし、それで実は食べれる量も増えてるし、仕上げてきたって言ってるし、もうこんなありがたいことないんで、もう全力で、はっきり言っちゃうと潰すだけですね。オファーを OK 受けてくださったことを後悔するぐらい圧倒的にネジ不正だと思いますので、覚悟してください。
ありがとうございました。お疲れ様でした。僕は正直悔しいっす。いやもうなんかもっと縮められると思ってちょっといたんですけど、いやまだまだだなと。ありがとうございました。鈴木さんどうでしょう、侍年初の対面でガチ本気ショー。なんかこう始まる前もあのソロの時に言ったんですけど、やっぱりこの早食いってものに関してあんまりこうがっちりやる方ってやっぱいらっしゃらないっていう正直の中で、正直言うと今勝負は僕勝ちましたけど、俺個人的には心の中で結構完敗なんですよ。あんまり普段僕大会とかでも人とか見ないんですけど、今回対面でやっぱチラチラって見てた自分がいたんですよ。確かに、まずその時点で自分に集中できてなかったなっていう、弱点がまず一つ、まあ心が弱かったなと思うんですね、まず。あとチラッチャーと見たときに、多分唐揚げの最初のヘルスピード、多分ガルさんの方が早かったと思うんですよね。正直そうなんですよ。ですよね。っていうので、僕の思い描いてるのとは全然程遠いというか、っていうその部分での僕の中で負けだって思うのが、その2つ。あと、もう一つ思ったのは、めちゃくちゃ多分仕上げられてきてるんだなって思って、純粋に嬉しかったのと、悔しいって言ってくれたのがやっぱめちゃくちゃやっぱ嬉しくて、そのね、どれだけの思いでこう来てくれたのかなっていうのが、嬉しいしかないですね。はい、ありがとうございました。あと一応本当に改めて来ていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あと一応こう僕やらせてもらってチャンネルなんで、こういう映像なんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。多分その本当にわずかな差だったと思いますし、今後も続けていきたいなと思いますので、もしよかったらお付き合いいただければなと思います。これで終わりじゃないんで、むしろ始まりだと思います。始まりですね、はい、本気のガチとガチの対決、ぶつかり合いっていうのをどん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 、日本のみならず海外の方にも向けて発信していけられれば、もっと面白いことができるんじゃないかなと。いつか日本と海外みたいなのもガチンコでできると思う。対面とかで。はい、ありがとうございます。じゃあこちらで以上となります。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。また挑戦させてください。もちろんです。お願いします。実は涙こらえるの結構必死だった。いや悔しいって言われた瞬間ちょっとマジやばかったな、本当に。マジで嬉しいっすね、本当に嬉しい。それぐらい本気でというか真っ向勝負で向かってきてくださって、はい、いや嬉しいですね。正直あまりこうオファーを真っ白に受けてくださる方が、正直少ない中で心よくオファーを紹介いただいて、いやこのガチチャレンジの未来は明るいんじゃないですか。こんだけ思ってくれる人が一人でもいるだけでもと思いますよ。いや俺正直初めて唐揚げ早いよ、本当にマジで。どうやって特訓したんですか。俺本当にマジで震えましたよ。いやちょっと本当に震えた、マジで。俺マジでこいつやべえって思いました、マジで。なんかね、多分だけど同じような気持ちだと思う。なんかもうなんかね、やっぱこうなんかプレイヤー同士なんかこうなんかプレイで分かり合えるもの多分あって、真剣であればあるほど
悔しいやら嬉しいやらなんか。ちなみにこれ全然関係ないですけど、はい、例えばですよ、はい、別にその極端な話このチャンネルじゃなくてもいいですけど他にガルさんこうやって戦いたいって言います？戦いたい相手、はい、いや、そのお前を倒してんだよっていう。僕の中ではもう、なんて言うんだろう、もう今、もう今日までマックスさんに一歩でも近づきたいって気持ちでやってきたんで、今は全然そんなことも何も考えてなかったです、本当にもうよりもこれに合わせてきたんで俺うわ、まあ、最近だとお父さんだとか、はいはい、あの辺が出てきた時に、なんかちょっとこう量を多く食べたりそういうのを見たりするとちょっと嫉妬してるなんか気持ちっていうか、嫉妬？嫉妬というか、なんて言うんだろう、ちょっとなんて言うんだろうな、悔しいんじゃないけど、なんかモヤモヤした気持ちがあって、もうその自分が嫌だな。俺マックスやラスカルさん目指そうと思って、そしたら気にならなくなったんですよ、何にもあ、これだ俺と思って、それでやってます。どうすか、このおっさん2人が結構マジ泣きしてる実は最初からずっと撮らせてもらってますいいっすよ、撮ったとどんなのどっちだっていいっすよ、もう俺は嬉しいし、嬉しいしかねえっす。いや、なんか俺は泣き涙が出るくらい本気で悔しいし、本気で嬉しいっていうところなの表れなのかなっていうのしか、まあ逆に分からなくて、それが申し訳ないですけど、2人にしか分からない世界っていうのがあるなっていうのは感じています。完食時間結構差があったと思うんですけど、だけど今まででなんていうんだろう、最近で一番悔しいっすよ今日は。なんだろう、大会とかってこうやり終わった後ってそのなんかね、いつも自分のベスト出したと思ったらもう出し切った気持ちいいっていうストーンって終わりなんですよ。うんうんうん、はいはいはい。正直あんま相手に対してガッっていうこと正直俺あんまりないんですよ。言っちゃうと対戦に対してこういう感情になるのがぐわーって、だ結構その自分にも今びっくりしてる。やりきったらもう自分でああもうやりきったって感じなんですけども、うん、まあ落ちるっていうのはそういうことです。ストーンとなんかすごい不思議な感じ、差し勝負ってこういう感じなのかなってああなるほど。正直自分はこうもうなんだろう、言葉にできない感じのものがあって入れないというか、最初がそうだったんですけど、なんか男と男の勝負、不可侵な状態みたいな、なんていうんですかね、すごいものを見させていただいたなっていうのがあります。コメントが少し申し訳ないです。コメントは濃くしなくていいんで、本番始まる前にカフェオロこぼすのだけやめてすいませんでした。本当に。あそこからおしぼりダッシュ。まさか本番前にプレイヤー2人に手伝わせるっていう一番やっちゃいけないことやっちゃう。これでうまく落ちたでしょ。夢だったんですよね。大食いってその必ずしも表舞台とか人目に立ってる人がだけが強いってことじゃなくて、アンダーグラウンドな世界もやっぱ正直あるんですよ。結構そっちの世界の人ほど本当に強い人が多いっていう中でも、僕が純粋に思う現役の最強候補筆頭なんですよ。正直勝てるとも思ってないからこそやりたいし、やりにいられてるから、もし受けてくれるんだったら、やらせてくれるんだったら全力でぶつかりたいな。